わあわあ、もうゴメスにとってはもう避けれないもんはない。もう相手のパンチも避けれるんじゃないかな。放課後になった。時刻は5時くらい。教室にはちらほらと人が残っていたので、私もそれに飛び込んで教室に残った。奈々ちゃんに帰らないのを怪しまれないように机に向かって勉強しているふりをした。まあもう今日は結構勉強したから怪しまれてたのはしたいだろうけどな。死にまで長いな。わあ、わい、なにこれ、こんな絵出てくる。ん、私が奈々ちゃんと仲良しならば、1年生の頃からずっと同じクラスだったからだ。え、なに、いきなりなに、いきなりなに、思い出を振り返るよ。それ以上の理由も、それ以下の理由もない。1年の靴に調子乗ってんじゃないよ。なんだよ、その目つきは。嫌えんのが嫌なら調子乗んな。お前、先輩に何見てんのかよ。マジ死ね。1年の頃、私は5人の先輩に目をつけられて、毎日ボコにされていた。いじめられっ子だったん、ごめんす。しかもマジ死ねってめちゃくちゃ単純な悪口やない。放課後の体育館の倉庫は私にとって地獄だった。痛くて暗くて、心が痛くて辛くて、誰も助けてくれなくて、真っ暗で、闇ってどうしてこんなにも人の心を揺さぶるんだろう。一人ぼっちだって思った。いじめられっ子だったんやな。ある意味、林崎山と同じような感じだったんだ。いつものごとくボコボコにされていたある日、ガラガラと倉庫の扉が開いて、外の光が差し込んできた。誰かが入ってきたのだ。それはバレー部だった、なあちゃんだった。何してるの？なあちゃんは低い声でそう言った。そして、有無を言わせず、5人の先輩を一人残らずボコボコにして、追い払ってしまった。助けられたんじゃ。そういうこともあって友達になったっていう。いい話やないか、ごめんす。たった一人で。あんたバカなんじゃないの。やばい、あんたバカなんじゃないのって感じがさ、エヴァのアスカみたいな感じになってる。奈々ちゃんアスカ説。1年のくせに金髪で染めたら先輩が絡んでくるのは当たり前じゃん。そんなこと中学の時に教わらなかったな。奈々ちゃん、1年の時こんな変な声だったん？は？宇宙人はブロンド美人が好きだから、こうしていればいつか会えるかもしれない？意味わかんないこと言ってんじゃないわよ。しかもあんた教室でも毎日ぼーっとしてるじゃない。ハッキーのかけらもだけでは絡んでくるって。先輩だって校則を意識してるんだから。校則なんて関係ないですよ。って後輩が出てきたらボコしたくもなるって。特にあんたみたいに弱そうでダメでボケっとしてるなら世界中で。だって、みんなルール、ルールって、ルールって何やねん。ちょっと待って、ルールって何や、ルールだろ。なんで棒一つ多いん。クラは関係なくなってるし、ないないだもん。それを破りたかったら強くしかないんじゃない。気はいいくせに出ちゃうからこういうことになるの。ああ、アホ、アホ、アホくさ。なあちゃんは、ボロボロでくたばる寸前の私を励ますでも、助けるでもなく説教を始めた。その時間、およそ30分。そこそこやないが。精神的に死ぬとこだった。でもそれ以来私に不良が絡んでくることはなくなった。奈々ちゃんの方に勝負を挑むようになったのだ。あ、だからゴメス、お前ちょっと責任感じとんやな。あの日どうして助けてくれたの？ボーイになって登校してくる奈々ちゃんにある日私は聞いた。あんたが私を送った番長でもなかったから。班長、中学生、友達の奈々ちゃんにみんながつけたあだ名だ。班長って呼ばれるの嫌なの？班長だって呼ばれるとみんながどう感じる？班長だって叫びを困ったあだ名じゃないでしょ？みんなが私の役が怖いからそういうあだ名をつけるの。え？班長って結構かっこいいと思うやな、俺は。みんなはどう思う？かっこいいよな。なんだか、私は、あなたと違う。私はあんたが違うとこ思ってたからって言われてる気がする。でもあんたは偶然か来てまくりかしないんだけど、私のことをそう呼ばなかったから、どうか感じなかった。ただそれだけ。
別にボタンで OK とか、よく言ったら退学とか、気にしなくていいよ。あれがしたくて、したことだから。そういったナナちゃんは悲しそうな顔をしていた。それを見かねた私は、私は、ナナちゃんと怖いと思ったことないよ。少しだけ嘘をついた。だって、目つきでみんなを黙らせるのは怖いよ。チキンの私が恐れないわけないじゃないか。でも本当は優しくて真面目な子なんだって知ってた。助けてくれたのもそうだけど、教室で誰かの捨てたゴミを拾ったり、落とし物を 見やすい位置に置いてくれたの見たんだ。バスでは真っ先にお年寄りに席を譲るし、困っている人を見たら絶対放っておかなかった。そんな奈々ちゃんを私は見てた。奈々ちゃんやっぱ優しいんやな。あんた変じゃない。そういった奈々ちゃんの横顔は赤く染まって可愛かったと今でも忘れない。おお奈々ちゃん、あんた変じゃないって言うけど、お前の1年の時の声だって変やぞ。そんなことがあって以来、私の奈々ちゃんは友達になった。だけど私が奈々ちゃんを好きなのは、リンチされてたところを助けられたとか、守ってくれるからとか、そんな理由じゃない。私は本当にまっすぐだから奈々ちゃんが好き。もしあの日奈々ちゃんに助けてもらってなくても、私は奈々ちゃんの友達になっていたって思う。そう願いたい。むしろいじめとかリンチとか、最初からそんなもののない平和な世界だったらどれだけ幸せだろう。私の高校生活は奈々ちゃんのおかげでどれもこれも楽しい思い出ばかりで、平和でないことをたまに忘れそうになるけれど、奈々ちゃんは私のせいで毎日争いの中に身を置かなくちゃいけなくて絶対辛かったと思う。あの日私にかけるはずの災いを全部肩代わりしてくれたんだ。だから私だって奈々ちゃんのために何かしてあげたい。ちょっと待ってよお前、そんなん聞かされたら最終決戦絶対肩で赤いようになってしまったやないかお前。プレッシャーかけるなお前。ちょっと起きな。あ、奈々ちゃん、え、これ夢だった。あー、夢の中の1年生の奈々ちゃんめっちゃ声キモかったな。あー、おはよう。今何時間目？寝ぼけてるんじゃない。はぁわぁ、もう7時になるよ。早く帰ってくれないと邪魔なんだけど。7時だと？やばいやばいぞ、7時だって。名探偵コナン始まるよ。名探偵コナンが7時だったのはだいぶ昔の話だな。あ、7時じゃないわ、7時半だわ。今の小学生は知らないか。ダメだよ、奈々ちゃんを置いてなんて帰れない。放課後ために授業中特訓までしたんだから。は？どいでここ数日間授業中やたらと注意されてたのね。奈々ちゃんはしょうがないやつと言わんばかりに悩ましげな瞳で私を見た。いやいや、ここは仲間が増えてむしろ喜ぶべきところではないですか。あのね、私はあんたと私のためを思って言ってるの。あんたは傷つかなくて済むし、私は邪魔がいない。いいとこだから言ってない。なあちゃんごめんなさい。謝ってすぐ私の手はなあちゃんの方に強くぶつかった。恐れ多くも私はなあちゃんをぶったのだ。えそりゃえってなるわ。ごめんぞ、お前勇気あるな、奈々ちゃんにやるとは。奈々ちゃんのバカ、本当は辛いくせに一人で背負い込まないでよ。私のありえない行動にあぜんとする奈々ちゃんに説教する。奈々ちゃんだって本当は平和なのがいいくせに、私が代わりに戦うからもうこれで終わりにしよう。嫌な戦いはもう終わり。ごめんす。あんたどうしたの？その時教室のドアが開いて誰かが入ってきた。誰だお前は？決闘を挑んできた男子だ。意外とイケメンな来たよ。意外とイケメンな来たぞ。なんかさ、リトルバスターで出てきそうな感じのやつが出てきたぞ。イケメンなやつが来たぞ、不良が。新庄奈々、勝負だ。奈々ちゃんは戦わせない。私が君を追っ払うよ。お前は誰？川上ゴメス、元オカルト研究部部長。まあいいだろう。ではお前に勝ったら新庄奈々にを嫁にもらうことにしよう。あれ
え、奈々ちゃんと戦うんじゃないの？え、奈々ちゃん目的に来て、その前にお前とやってやろうじゃないかじゃないの？あれ？はい？あ、何を言い出すかと思えば、嫁？嫁って言ったよね、この人。俺は隣のクラスの。すいません、読めません。良平ってことしか読めないんですけど、獅子村でいいんですか？あ、沼村じゃない、大丈夫？獅子村良平くんって、ここら辺全体の不良のボスじゃんか。うわ、イケメンなのにボスとか。イケメンでボスとか、お前羨ましいじゃないか。大変残念なことに喧嘩相手として不足なさすぎる。ちょっぴりガクブルだけだよ。己を奮い立たせる。いけるぞゴメズ、お前はガンガン期待できよったけんな。お前の戦闘力だったら勝てる。勘だけど気にするな。俺は1年生の頃からお前に恋をしていたのだ。それなのにお前は他校の男子と付き合いやがって。あなたに関係ないじゃん。関係ないものか。俺が勝ったらお前はあんな雑魚と別れて俺と付き合うんだ。いいな。おいおい、そんな強引な男子がモテるんは昔の話やぞ。いいわけないじゃんか。まったくゴメス、やっちまいな。あんたたちやっちゃいなっていうドロンジョみたいな言い方してるんじゃないか。奈々ちゃん、奈々ちゃんは渡さない。奈々ちゃんの苦しみは今日でおしまいだ。デュエルだ。デュエル、俺のターン。ドローちゃうな、それはちゃうな、違う。デュエルだな。さて最終決戦だぞみんな。てか最終決戦ってか最終回なんだね今回のパート、まさかね。さてもう強い技でもういきなりビートダウン決めていこう。ビートダウン、これ学力がの消費が多いほど攻撃力が高いってね、いいんかな俺。ああだとしたらもういきなり UFO 読んでもいいでしょ。いけ UFO、 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 光る円盤が敵を横殴りする。殴るのかい。えちょっと待った、ちょっと、HP ほとんど減ってないよ。あー死んじゃう死んじゃう、奈々ちゃん死んじゃう、奈々ちゃん死んじゃう、死んじゃう死んじゃう、奈々ちゃん死んじゃうよ、奈々ちゃん死んじゃう、私死んじゃう。ブエーゴメス、あーくそこの不良笑顔がめっちゃ可愛い。大雑魚なのに笑顔が可愛い。心情なのは俺のものだ。はあはあはあ。良平くんがバカ笑いする。私はただ呆然とその様子様を見ていた。だけど、わあ、何このビールチックな絵。ナナは絶対に悪いようにはしないからな。ドキューン。女性視聴者さんのハートを打ち抜いた。良平くんはこう言った。その時の横顔があまりにも真剣というか熱を帯びてて、本当に奈々ちゃんのことが大好きだったんで伝わってきた。いや、まあ、伝わってきたってな。ただ伝わってきて小さい図抜け取ったぞお前、見逃さんからだ。ああこんなにも思われてたんだ。奈々ちゃん悪いようにさせないなら、いっそのこと私の心はぐらぐら揺らいだ。結果的にこれで良かったんじゃないかな。そう思ったその時、奈々ちゃんが嫌そうに振り向いた。おお、ホラーゲームみたいな感じですな。ごめんす、覚えときなさい。やばい、私明日命日かもしれない。その後、奈々ちゃんは良平くんに襲いかかり勝利し、不良の憧れの存在となってますます狙われるようになりました。私は奈々ちゃんの手によってクルボクにされ、このボコボコ具合を見たクラスメイトのクラスのみんなはみんな奈々ちゃんを恐れたり崇めたり、平和が乱れ学校の戦乱の世になってしまったのは今でもない。バデン、あれこのままスタッフグローブみたいなのが流れてさ終わりみたいな感じかと思ったの、短いな。終わりなんですか。プレイヤーの皆さんクリアお疲れ様です。あ、お疲れ様です。
チュース、ごめん先輩に、ナナ先輩、チュースチュース。お疲れ様でした。初回クリアおめでとうございました。実はずっと隠していたことがあるのよね。なんだ、もしかしてお前親知らず抜いたな。あ私プレイヤーの皆さんの性格を勝手に神殿してたんだよね。クソこいつめちゃくちゃ腹黒な顔しやがって。ひぃ、なんて恐ろしいことをしてるんだよ、ルナちゃん。ゲーム中に選択肢がいくつかあったじゃない。それで性格診断してたってわけ。選択肢だって、ああ、あったわ、結構あったな。マジで、私の独断と偏見であんたよりいいスクールライフやそうじゃないライフを応援するから、耳鳴らなくかっぽじってよく聞きなさいよ。わかりました先輩、なら先輩の言うことを聞きます。はい。何か怖い言うよ。あんたの属性は奈良先輩、マジですか、俺変態ですか、あ、ヘタレの変態ですか、まあ、ヘタレの変態でヘッ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 私はそんな君が好きだよ。ごめんさ、ありがとう。ちなみに2週目以降からは性格診断ないから安心して。じゃあね、ありがとう。あっけない、あっけなさすぎるだろお前。そしてプレイ、お疲れ様。くそ、あっけない終わり方した。で、2週目の方に来たけどさ、どうしようか、2週目しようかけどさ、2周目してさ、もう1回鍛えたところでさ、鍛えたところでさ、あのめちゃくちゃ強い不良に勝てそうな気がせんのよな。これステータス引きすぎだ、ステータス引きすぎだ。これは2周目でも勝てそうな気がするぞ。もっとステータス上げとけば何とか勝てそうな気がするぞ。そうか、そういうタイプのゲームだったか。オッケー、2周目するかどうかはちょっと考えておくとして、多分やらんけど、多分やらんけどね、セーブができねえ、セーブができねえぜ。そうか、授業中だからセーブができねえぜ。ということで、今回とりあえず最終回、多分続きやらないけど、ご要望、コメントの方でやってやってってコメントが159個ぐらいあったら、やります、続きってか2週目。ということで、今回、落書きピースル最終回、今までありがとうございました。ゴメスとナナちゃんのラブストーリーは、永遠に続くぜ。というわけで、週上げ。結局のところさ、何一つピースフルじゃなかったな。この最終回の収録の後ね、偶然攻略サイトを見つけたんですよ。それを見たら、あの1周目じゃどう成長してもラスボスの良平くんを倒せないっていう、そういうこと、そういう仕様になってるってことを書いてました。他にも隠し要素があったんで、ご要望があれば2周目やっていきたいと思います。